はい、こんばんは。キャンプ系 YouTuber の福です。今日のお題は結局ゴアテックスかイナレムかっていうことで、まあ言い換えると結局雨具は何がいいのかなっていう話題にしたいと思います。というのも YouTube で今日ちょうど出している動画にワークマンから送られてきた新作サンプルのイナレムのレインウェアっていうのがあるんですけど、このイナレムっていうのが防水性とともに湿気を逃がす透湿性を合わせ持ってる生地っていうことで、まあ、雨具に使用するととても快適という特殊な生地なんですね。キャンプギアの方でもワークマンでは今年の新作のテントとかシュラフカバーにこのイナレムを使っていく予定がありますが、もともとはこの雨具で定評のあった生地なんですよね。で、私自身はですね、イナレム買ったことがなかったので、サンプルで届いたのを見て、あ、結構いいなぁなんて見ながら撮影してたんですけど、私が山歩きに行く時に持っていく雨具はゴアテックスっていう同じく透湿性のある生地を使ってるんですよ。これがいいって言われてきたし、実際雨が降ってる時にね、山の中でも着て歩いたりしてましたけど、やっぱり快適なんですよね。だから今回届いたこのサンプルのイナレムっていう生地と定番のゴアテックス、まあ、結局どっちがいいんだろうなっていうのを現時点で分かる範囲で考えてみたいと思います。防水透湿素材の話ということで結構ニッチですよね。まあ雨具なんてね、言ってしまえば究極は別に普通の安いカッパでもこと足りるわけですよ。雨を防ぐっていう点だけを言えば、もうコンビニで売っているビニールガッパでも水通しませんから。キャンプの時にね、テントの設営中とかに雨が降ると困るじゃないですか。ああいう時に普通のビニールの雨ガッパ着てれば全然問題なく雨は防げると思うんですね。タープとかも立ててしまえば、その中に入ればさすがに雨具も脱ぐと思うので、着てる時間もぶっちゃけ短時間だと思うんですよ。それだけの用途だったらね、オートサイトまで車で行ってテント立ててタープ立てるまで、そこまでで着る雨具ってなるとどんなのでもいいんじゃないかなと本当は思うんですけど、私はですね、ホームセンターで買ったヤッケとか、あとポンチョとかも持ってますね。これはアースカラーでとてもキャンプに合う感じのポンチョですけど、あれ羽織るだけなんでね、首通すだけで簡単に着られるから便利なんですよね。だからキャンプでちょっと着るっていう用途だとこれで特に困ってないんですけど、ただ今回送られてきたワークマンの雨具はかなり高性能な素材を使ってたので、そういえば私も登山に行くときはゴアテックス使ってるなっていうことで、改めてこの防水透湿素材っていうのに注目して考えてみたんですね。だからこれからキャンプ用品を揃えたいなとか、キャンプ始めたばかりとか始めてみたいとか、そういう人がですね、まあ、無理して高い値段の防水透湿レインウェアっていうのを買う必要は正直そんなないかなと思ってます。まあ、雨は降ってくるので何かしら雨がっぱみたいなものはあるといいとは思いますよ。ただ登山に行くって言ったらやっぱりね、しっかりした雨具を用意した方がいいでしょう。今日はとりあえずキャンプという話で、あとは徒歩とか自転車とかで行く人か、まあ、こういう人も割としっかりめな雨具があった方がいいと思いますね。結局長時間着たままで動くっていう状態が加わると汗をかくので、ここで防水透湿素材っていうメリットが生きてくると思うんですよね。で、今回送られてきたこのイナレムのプレミアムレインジャケットだったかな、耐水圧が1万ミリ、あとは透湿性も2万だったかな、でトップ上の頭の方が3万5000とかだったかな。これ透湿度のね、数値はめちゃめちゃ高いんですよ。だから着てれば運動時でもかなり快適かと思いますね。実際山歩きでゴアテックス着てるとやっぱり蒸れ具合がね全然違うんですよね。で、このイナレムのプレミアムレインジャケットの透湿度はかなり高い数値なので、ここは期待できるかなと思います。で、もう一つ防水性ですね。これは雨具としてかなり重要な値ですけど、これが1万ミリっていうのは
結構高いとは思いますよ。ただゴアテックスを使ってる登山用のレインウェアなんかと比べるともっと3倍4倍なんていう数字が並んでたりするので、なんか防水性弱いのかなって見えちゃうんですけど、1万ミリっていうのは結構強い雨で着てても平気なレベルだと思いますので、キャンプに持っていくのもこれはこれでいいんじゃないかなと思います。でウェアとしてはサラッとして柔らかい素材だし軽いし、この辺は着心地に関係してきますよね。あとは生地自体に防水性があるんですけど、縫い目のシームテープっていうのもしっかりされてましたから、これで4900円っていうのは今まで登山用の雨具とかを買ってきた私から見るとかなり安いんじゃないかなと思います。ただイナレムのレインウェアを買ったことがなかったのでいろいろ調べてみたら、元々のイナレムのレインウェアはもっと安いんですね。上下で本当5000円とかその前後ぐらいの価格みたいですから、今回のプレミアムは上位モデルのようでした。でこれがゴアテックスの雨具の代わりとして使えますかって聞かれちゃうと、私はあんまりそこまでイナレムをずっと使い続けてきてないので何とも言えないんですけど、数字上は代わりにもなるのかなという印象です。またイナレムのレインウェアでももっと生地が分厚いタイプだと耐水圧も2万とかに上がったりすると思うんですよね。だから用途によってモデルを選んだらいいと思うんですけど、ただ水に強くて透湿性があるっていう面ではゴアテックスと同じ特徴にはなると思うんですが、ただやっぱり今までゴアテックス使っててしっかりしてるな、快適性も高いなって感じてたので、完全に代わりになるのかどうかまでは言えませんし、ただ別に完全に代わりにはならなくてもいいとも思うんですよね。だって強い雨にも大丈夫で透湿性があって快適度が高い、もうこれだけで十分じゃないですか。そのレベルがゴアテックスとほぼ同格もしくはそれを超える必要性まではないような気もして、だって細かいところまで全部含めて見ていったらきっとゴアテックスの方がさらに性能高いんじゃないかとも思うんですよ。ただ3万とか4万とか平気でするわけですよ。片やイナレムは5000円で買えたり上下で5000円ぐらいで買えたりするものがあるわけですよね。だから本家に性能が少し及ばなかったとしても価格が5分の1、6分の1それ以下なんていう状況だったら、そこまで過酷な条件じゃない場所で使うにはイナレムのレインウェアってかなりいいんじゃないかなと思ったのが私の率直な印象です。でそんなバケツをひっくり返したような雨ってそうそう出会うもんじゃないから、あでも夏はあるか、ゲリラ豪雨とかね、そういうのに出くわした時に本当の効果っていうのを発揮するのかもしれませんけど、私もねゴアテックスしか使ってなかったのでイナレムはね数字的には良さそうで、今回撮影しながら触ってみてもしっかりしてるし、たくさん水かけてみても染みたりしなかったので結構いいんじゃないかなとは思うんですけど、今回もらったサンプルはキャンプ用品プレゼント企画今後行うものにね、そこに織り交ぜていこうと思ってるので、私はねなんか買ってみようかなと思います。今回のプレミアムタイプを買うかもう少し安いのを買うか分かりませんけど、イナレムのレインウェアはこれから試してみたくはなりましたね。ああでも結構使ってる人も多いから、もしよかったらどんな用途でイナレムのレインウェア使ってどうだったっていう経験をお持ちの方は共有していただけると嬉しいです。それでは今日はここまでになります。おやすみなさい。